再開。藤井パスを選択。コーナースリーで狙ってくる。熊谷が中に入れる。藤井から前田。ペースは決して良くなかったですけど、自分の個人の能力で解決しました、はい、ガルソン選手。外からどうだ。ドリブルからのクラスですね。奪い取って2つ続けてターンオーバーですね。はい、ファジーカスきっちりと決めてきました。ファジーカス回して、あ、ここは外から打ってくる。アメタに下がってキナが入ってきています。富山、さあ外からー、前田から、さあまた前田、外からここは外へ回していく、外からこれになる。藤井が体入れていますが、晴山が耐えたんですけれども、もう一度川崎のボールになります。ボールになる。藤井が体入れていますが、晴山が耐えたんですけれども、もう一度川崎のボールになります。奪い取る。あーっと、どうだ、粘ったシナが、いやしかしここはノーミー、前線に送って前田、レイアップだ。ノーミー、前田落ち着いて外からまた決めた。小野龍も仕掛けていくが、前田